安田雅史と的場浩司のセカンドベース。皆さんこんばんは、安田雅史です。こんばんは、的場浩司です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて、今お聞きのこの番組セカンドベースは若手俳優安田雅史と的場浩司の2人で進めてまいります。そしてこの番組セカンドベースは再編集映像配信版として放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、ぜひラジオセカンドベースで検索いただきますようお願いいたします。本日4月20日は、郵政記念日だそうで、1871年、明治4年3月1日に、まあ、新しい暦では、4月、20日ですということですね。に、まあ、それまで飛脚制度に変わり、まあ、現在に通じる、まあ、新しい郵便制度を、実施しました。まあ、で、東京、京都、大阪の、3都市 と、東海道線の各駅で、まあ、郵便物の取り扱い、切手の発行が始まり、まあ、翌年にはほぼ全国的に実施されました。まあ、そして当時の、逓信省ですね、はい、まあ、現在の日本郵政グループが、まあ、この日をもって、まあ、1934年に、まあ、逓信記念日として制定、まあ、その後逓信省が、まあ、郵政省、まあ、電気通信省の、まあ、2省に分割された1950年に、まあ、郵政記念日と改称、また1959年に逓信記念日に戻されましたが、まあ、2001年の省庁再編に伴い再び郵政記念日にとなりました。まあ、皆さんご存知でしたか。まあ、そんな郵政記念日の今日にあえて公式に聞きたいんですが、はい、まあ、一番最近自分で書いた手紙を出したのはいつでしょうかという質問ですね。手紙を書くことはあるんですけれども、うんうんうん、郵便で送るってことは、小学校の年賀状確かにわかるわ。それは今あの要は手紙を書いて送るってことはあるんですけれども、郵便で。ちなみに安田さんはどうですか。俺もそうだね、俺も中学校の年賀状が最後かな。そうですよね、やっぱ年賀状になっちゃうね。手紙を出すっていうのもあんまないかな。あ、書くこともないですか。あまり、なんか僕意味のわからないことを言うとちょっと気恥ずかしいっていういいじゃないですか。わかんないけどね、なんかね、気持ちを伝えるというのはすごい気持ちいいことですよ。そう、はい、すいませんじゃあね、今後書くようにします書いてください。はい、了解です。まあこんな感じでまだまだ、まあ、自称、まあ、発展途上の僕たちが、まあ、この番組を通じてですね、まあ、少しずつ、まあ、スキルアップしながらラジオを聴きの皆様にも、まあ、いろんな情報提供ができればなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーはお楽しみプレステージのコーナー。このコーナーは、はい、僕が担当させていただいている今月のプレイリポートに連動する形で、はい、これから見に行こうと思っている舞台などの上演情報を、はい、僕の好みというか、うん、いわゆる独断と偏見で、ご紹介させていただくコーナーになっております。ちょっといい、はい、続いてのコーナーって言ったけど最初のコーナーはって聞いてるんだからさ。あ、申し訳ありません最初のコーナーですね、はい、慣れすぎてしまいました。ごめんなさい。はい、了解了解、いいよ、成功じゃあ行かせていただきます。はい、一作品目は母を逃がす、はい、公演日は5月7日から5月25日まで、はい、場所は文化村シアターコクーン、出演者は瀬戸康史さん、三好彩香さん、はい、稲葉優さん、他多くの方々が出演されております。はい、僕はですねこのチラシを見た時に、うん、その世界観が面白いなって思ったんですよ。世界観、あのコラージュって分かりますか。その表現方法というかコラージュ、チラシなんですけれども、あのよくあるあの写真をこう型取って、うん、こういろんな写真から一部分ずつをこうまとめてって、こうコラージュ、まあその一つの作品にするっていうのはコラージュっていうんですけども、その構成というか、まあその見て一瞬のインパクトがものすごい強いチラシだなって思って、でその原作といいますかその脚本を見たら、そう松尾鈴木さんということで、僕はあの好きなの好きです。あの命ギガ流すっていう作品を二人芝居の時にあの 見させていただいて、この作品という、まあ、その松尾鈴木さんの作品すごい参考といいますか勉強になるなと思いまして、なるほど、ね、今回も見に行かせていただきたいと思いました。はい、で2作品目はですねデフウェストシアターのオルフェという作品です。うん、公演日は4月24日から4月26日まで、場所は三軒茶屋シアタートラム。僕はあこのデフウェストシアターはですね、うん、手話演劇カンパニーとなっております。うん、手話をこうどう演劇として
取り入れるかっていうのをですね、うん、こう拝見してみたいなと思って、その表現の可能性ですよね、あなんて言うんでしょう、ね、その手段としてどういった表現方法があるのかなということで拝見したいなと思いました。うん、ただし、ね、こう調べてみますと、うん、こう手話は世界の共通言語ではない、共通ではなくて、うん、そのここの、演劇集団が用いる手話はですね、こう英語の手話になっているので、こう日本語の手話ではないということで、そのまま受け入れてはいけないということで、うん、そういうのをこう加味しながら今回、うん、見させていただきたいなという、まあ、楽しみにしたいなと思いました。なるほど、はい、以上、お楽しみプレステージのコーナーでした。スペシャルゲストコーナー、改めまして現在放送中の番組サードベースは安田正史と的場浩司でお送りしております。さてここからは新人女優の山下真由さんにスタジオに入っていただきましたので、まあ、いろいろと伺っていきたいと思います。じゃあではまずは山下真由さんからご挨拶していただきたいと思います。どうぞ。はい、この度プラスボックスに所属させていただくことになりました山下真由と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。と聞くところによると、まあ、実は山下さん、まあ、契約してまだ4日ということなんですが、4日なんですか？今のこの率直なこの意見っていうか、その感想をちょっと聞きたいなと。はい、2日前の夜中に事務所の社長から連絡がありまして、はい、出てみないかって、はい、で実は今すっごく緊張しています。でしょうねって言いたいですね、はい、僕も最初は緊張しましたけどまあまあ俺もね、その入ってこんな2日とかじゃないかったけど、やっぱり初めのね、 そのラジオ放送はねすごい緊張して、その後に社長に怒られるということで今となればまあ笑い話ですけど、もう当時はもう俺もうやべえってやべえやべえでも大丈夫ですよ。先輩の有本ひとみさんという方はですね、はい、契約したなんと2日後にこう実際ここに座って、うん、全然見学とかじゃなくて、うん、こうマイクに向かって喋っていたんですよ。そうなんですね。そうなんですよ。本当はその見学で来たんだけど、なんかいきなりそうそうやっちゃえよみたいなやっちゃえよって感じ、そんな感じなんですよ。そうそう、そんな感じで来て、すげえ、あ、すごい、しかもでも ね、やりきったからね、すごい対応素晴らしい方だなって思いました。はい、まあ、とにかくですね、もうこのラジオをお聞きの皆さんに、はい、まあ、せっかくなんでこの、山下真由という名前だけでも、まあ、覚えてもらうように、まあ、頑張っていきましょうということで、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは、いろいろ聞いていきますね。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、まあ、初めに小さい頃のはどんな女の子だったというか、どんな感じだった、ちっちゃい頃は。外でよく遊んでいました。友人と鬼ごっこをかくれんぼをよくしていました。あ同じですあ共通ですか。もうここ3人多分幼少期は同じことやってる。多分ゲームとかじゃないんですよね。そうそうそう、ゲームじゃねえんだよ。まず外なんだよ。僕は神社でした。神社。あー、わかる。俺神社で秘密基地とか作ってで近所の、おじさんおじいちゃんおばあちゃんに怒られるって言ってました。鮮明に蘇ってますね本当にね。まあそんな女の子そんな女の子がですね、こう芸能界に今回入ることになったんですけども、そう思ったきっかけは何ですか。テレビをよく見ていて、はい、月曜日から日曜日まで、まあ、バラエティドラマいろいろな番組を見てたんですけれども、それが自分の心の支えであったり、楽しみになってたんですね、はい、でそれで私もそのメディアを通してたくさんの方々のですかね、心の支え、明日の活力になれるように存在になりたいと思ったのがきっかけです。あ、なるほど。ということでね、まあ、芸能界に入ったのがそういうきっかけで、まあ、養成所に通っていたこの山下さんが、はい、まあ、事務所を決める段階で、まあ、なぜ、まあ、このプラスボックスにしようと思ったんですか。いや、事務所の社長の雰囲気ですね、雰囲気、はい、私が関西人だからかもしれないですけれども、なんていうんですかね、話のテンポが心地よかったので決めました。あ、なんか相性があるんですねあるんだね、やっぱりそういう関西人関西の方の喋り方と関東の喋り方違うから、はい、なるほどね。確かに僕もこっちで、例えば僕山形出身なんですけども、その山形の人と会って、こうちょっと山形弁で喋ってみるとかだと、ちょっと気持ちがこう楽というか、こう通じるものがあるなって、そういう感じなんですかね。多分そういうのあったんだろうね、はい、そこが多分安心感というかあったんだろうね。なるほどね
実際僕も実際その契約をするときですね、うん、僕はですねこう喫茶店で契約をするんですけれども、契約をしたんです、したんですけれどもするって、まあなんでもうジェットコースターみたいな感じでもう、うん、もうなんかこう考える余地もなく契約したっていうのが流れなんですけれども、実際山下さんはこう契約書にサインした時っていうのはどういう思いだったんですか？うん、あ、ついに私もプロの女優の一歩を踏み出したなって感じでした、ね、そのなんかその自分にねその言いつけるじゃないけどね、うん、もうこれからプロなんだっていうね。わあ、なるほどね。はい、まあじゃあそう思った。じゃあこれからプロの女優になったって思ったっておっしゃいましたけど、はい、まあ今その女優さんっていう単語が出てきて思ったのは、はい、もう好きな女優さんとかいらっしゃいますか？はい、吉田羊さんが好きですね。はい、と言いますのも、はい、映像演技、舞台演技、さまざまな経験されていて、うん、あと年齢を感じさせない役の幅をお持ちなので、その点に憧れました。なるほどね。じゃあ今後というか、まあ、これからこう女優としての活動が始まるわけなんですけれども、はい、今後はこうどういったことにチャレンジしていきたいとかありますか？うん、あ、そうですね。まずその事務所にワークショップがあると伺ったので、うん、はいはい、そこでしっかり勉強させていただきながら、うん、1日でも1回でも多く現場に足を運びたいと思っています。いや、ワークショップ、ね、ワークショップ、うん、面白いですよ。面白いし、やっぱりね、あのね、学べることが多い、うん、しかも初めの方なんて、まあ、俺もそうだったんだけれども、はい、その何もわからないみたいな感じだったから、うん、はい、もうね、そのワークショップの先生、もう教え講師の人が、はいはいはい、言うことがもう全てにおいて新鮮すぎて、はい、やべえ、うん、全部メモ取りたいんだけど無理だわと思って、俺初めの方はもうあのずっとね、あのね、あのボイスレコーダーとして今言うけど、そうなんですか、今言うけどじゃあ家に帰ってそれを聞いて、そう聞いて、あー、こういうことだなって、エキストラ行く時はこういうことなんだなとか、そういうことを、あ、そうですよね、そのそうエキストラに行ってとか、はい、その現場に行ってこうやることを学ぶとかもあるんですけれども、うん、最近結構僕初めてプロミネンスっていう言葉を聞いて、はい、そのプロミネンスってわかりますか？なんか舞台用語なんですけども、わかりますか？先輩風吹かせてる、やばいな、ちょっとやめようかな。いやいやいや、でもそのなんかセリフの中で、うん、そのどこを立てたいいかっていうか、まあ、うん、その表現する役者の方が、うん、その役のここの部分を立てたら、うん、この役の伝えたいことが伝わるなっていう部分をこう立てることを、うんうん、まあ、ある種プロミネンスって言うんですよ、うん、そこが僕は最近もう2年近くもう所属してなるんですけれども、うん、初めて学んで、でその初めて学んだのを、はい、今山下さんにドヤ顔で、ドヤ顔じゃないですよそんなことないじゃないですか、もう学んでるから伝えないと、知ったばっかりの知識を振りつけるっていうね、うわそんな先輩か、違う違う、昔は安田さんもそうだったんですよ、ま、あ、そう、僕に対してマジでごめん、そんな感じだったんですよ、うわー、俺最悪だでも本当にワークショップ楽しいです、うん、楽しい、本当に楽しいから、ね、こんな雰囲気です、うん、はい、こんな雰囲気かもわかんないけどね、でもね、まだエキストラとか現場も行ってないんですもんね、実は、はい、一回も行ったことないです、だから今回、要はだってもうこれが初めてだもんね、はいはい、仕事的に、そう考えるとすごいですね、はね、初めてでこの番組でいいのかなって俺の時には思っちゃうけれども精一杯やって、いや、ね、精一杯、ね、今日はね、あの楽しんで、そうですね、あとはあのあれだよ、その今お聞きになってるリスナーの、まあ、皆様にその、はい、自分の名前とかをちょっと知ってもらったらいいかなっていう感じでね、はい、そういう意気込みぐらいでいいと思うよ、うん、はい、緊張するのはめっちゃわかるけど大丈夫ですよ、はい、ということでね、はい、聞いたところによると、さっき関西の方出身、はい、ご出身ということですけど、はい、まあ、あのプロフィール見るとあの京都府出身らしいんですけれども、はい、京都府のどこら辺なんですかね。南の方です。南の方、滋賀、三重なら近いですよ。滋賀囲まれ、え、一番それは囲まれてるよ、どの県も何かに囲まれてるよちょっと知能が、市内よりもそっちの方が近い、うん、あ、そっち側ってことね、僕結構京都は気品がある感じがするんですよ。わかる、でもそれはね、昔の都だからさ、なんかその風情がすごいよね絶対に、ね、だって
まあ、なんだろう、俺の地元じゃ無理だもん、あの雰囲気を出すの。そう、おいでやすは似合わないですね。おいでやすは無理だ。まあ、実際僕はあの先ほども言ったんですけれど、あ、言わせていただいたんですけれども、はい、山形市県出身なんですよ、はい、こう正直に答えていただいていいんですけれども、はい、山形県ってどんなイメージがありますか、うん、山形県のイメージってありますか。北の方にあるイメージです。北の方、北の方、すごいざっくりだな。北の方、桜んぼという名前イメージです。確かに、ね、みんな言うよね。でも桜もね、美味しいからね。美味しいです、美味しいですけど、うん、何あんまり食べないです。食べない。食べるところは食べるんですけども、僕が住んでたところは食べないですね。あまり。山形県のし、まあそんなこと言ったらそこまであのね、印象がないのかもしれないですけど。いやいやいや、あるよ全然。まあ、そのやじゃあ安田さんのふるさと、うん、栃木県、はい、そう俺栃木なんだよ、はい、栃木県なんですけども 栃木県のイメージってありますか、はい、確かに聞きたいわ。見ざる言わざる聞かざる、あ、一歩図書群ね、はい、あ、確かに行ったことあるんですか結構。あるあるあるあの、なんだろうな、小学校の時のなんか、はい、社会科見学だっけ、なんかそういう感じのやつ、校外学習か、はい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 、学習かありますね。で一応その日光行って、はい、そのこの日光東照宮ではこんなもんですっていうのを、あ、じゃあそれも説明してもらえるんですか、その、まあ、その、うん、説明はしてもらえるけど、俺当時そんな聞くガキじゃなかったから聞いてない。いや僕はですね、かんぴょうのイメージです。あ、かんぴょう、かんぴょうと餃子のイメージ、うん、絶対さあれでしょ、もう今のかんぴょうは、ね、あのこの餃子のイメージないですか。もう聞いてください皆さん、あのこのかんぴょうは絶対ないですから。だってこの打ち合わせで俺が教えた、それは言ってはいけないやつですよ。実はそうなんですよ。でも餃子初めてですから。餃子、そうだね、餃子ね、餃子のイメージあるね。あとね、あの自慢、自慢になるんかなこれは。自慢ですか。あのかんぴょうで、あの日本での生産量、はいはいはい、栃木が一番なんだよ。8割以上だよ、ね。わ、うん、かんない。8割の。そうそうそう。かんぴょう、かんぴょう生産してるのが栃木なんだよ。しかもその栃木の、まあ、南部あたりで、僕南部出身だから、もう給食とかにも、まあ、かんぴょう汁っていう、なんかその卵、とじ卵と、はい、そのスープとその鶏ガラかな、鶏ガラかなんか忘れちゃったけど。にそのかんぴょう入ってるっていう、そのかんぴょうの汁物が本当にかんぴょうの汁物、そう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 、が本当に入ってきて、食べてみたいですね。まあ美味しいけど、かんぴょう自体 あんま味はないから、あれは染みて美味しいものだから。まあ、まあ、かんぴょう単体で食う人は多分珍しいと思うよ多分。うん、じゃあ買ってくるよ今度。あ、 お願いします、うん、かんぴょうだけだから一緒に食べましょう、やめときな。コウシ君だけでいいよ食うの。あ、なんでですか。ここで言わないといけない。いやいやいや、かんぴょう実食をさせていただきたいです。また食レポすんのここで。あの前あの、はい、ここでなんか食レポみたいなことを、僕があの山形帰った時に、はい、あ、いや、じゃあ山形の観光物産館があるんですよ、うんうん、そこで、あのこんにゃく、玉こんにゃくを買ってきて、うん、玉こんにゃくって知ってます。丸いこんにゃくです。そうそうそう。そのままざっくり言うと、そうなんだけど。それが、はい、あの要は、まあ、山形だと大体串にこう刺さってるんですけども、それをここで実食したんですよね。そう、この収録しながら食べて、このあ、これ美味しいですねと、カンプリでうまいわと、噛み応えすごいわとか、いや言ってくださった。食レポ。そうそうそう。僕は、僕大地を思い出しましたよ。最初はですね、あー思い出すわ。やっぱり、やっぱ食べたら思い出しますよ。玉こんにゃくで、玉こんにゃくだって食べてましたもん。まあまあそうだけど、うん、美味しいですもん、ね。そんな大勢だったっけ？そんな確か。でも思い出した風景を。ぜひね、あのね、ご確認したい、あのね、あのリスナーの皆さんは、あの YouTube でアーカイブが残っておりますので、でね、ので、はい、玉こんにゃくの回いつだったかちょっと僕も今パッとは出てこないんですけれども、はい、まあ探していただければ。そうですね。はい、ということで、はい、じゃあ。ラジ今ですね、はい、今ここのラジオにお聞きの、皆様に、はい、メッセージをお願いしたいんですが、よろしくお願いします。はい、はい、この度プラスボックスに所属いたしました山下真由と申します。はい、皆さんの活力になれるように日々努力してまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。どうですか、緊張して、はい、緊張僕もですね、最初数回
このパーソナリティ始まった時もですね、数回はもう緊張の振りをされまして、緊張してますか的場講師くん、緊張してますか。あ、そんな意地悪な先輩やってたんだ。いやでも前本当に緊張してたんですよ。ごめんもうでもここまでちゃんとお話しされてるので、まあまあ、素晴らしいと思います。本当にね、はい。ということで、まあ以上、あのスペシャルゲスト山下真由さんのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-box.com セカンドベースまでお待ちしております。はい、ということでエンディングのお時間なんですが、先ほどのスペシャルゲストコーナーでのゲストの、山下真由さんにも、エンディングの時間にも、お邪魔っていうかお邪魔じゃない いらしていただきました。お邪魔じゃないいらしていただきました、はいはい、今のは失言です完全に、まあね、なしでお願いします。はい、いらしていただきました、はい、はい、ということで今回初めての、はい、初仕事だね、要は、はい、初ラジオ、初仕事、はい、ダブル初だけど、はい、どうでしたか。もう緊張しました、はい、もう呪いのように言ってる。緊張しました、緊張してますって。なんかクッションみたいに、なんかお二人が私の言葉をなんか吸収してくださったので、吸収してなんかうんうん、すごく楽しく、あ、本当楽しく、はい、楽しく過ごせました。話大丈夫ですか。話もっと話したいこととかありますか、うん、これ言いてえなとかあるわ。あないね。まあ、話しやすかったならね、うん、はい、僕たちも良かったかな、うん、ありがとうございました。楽しかったんだったら本当に俺たちもね。もう俺どうやって緊張を和らげようかって本当に考えて、ありがとうございます。楽しくてさ、なんかそなんでですか、先輩風をさ吹かしてさ、上からガシガシやってる時に、やべえ緊張してないから大丈夫かな山下さんって思いながら俺やってたもん。プロミネンス。多分次のワークショップでも出てくるから、プロミネンス今日はね、はい、覚えてくれ、覚えてくださいっていうのも俺もこれも上からだよね。それもね、名前をね、はい、覚えていきます。そうですね、はい、じゃあちなみに山下さんって、はい、自分はこういう人間だなって思うんだったらどういう人間、その明るいですとかさ、あるファン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 してる人、ファンファンしてる人よく言われます。本当に今のラジオをお聞きの皆様にはちょっと分からない、伝わらないんですけれども、今ちょっと手元に、僕の手元にプロフィールがあるんですけれども、よく笑うって書いてあるのにいきなりふわふわしてるって言われて、あれちげえぞって思って。でもよく笑います。だからそれを言うんかなと思って、ま、頑張ってたんだけど違かった。すいません。笑うようにしてるっていうことですか。え、なん笑っちゃいます。いやー、なるほどね、よくね、素敵、いや、バラエティな素敵なんかやばいな、素敵って申し訳ありません。今日はいやでもね、コウシ君なんか今日楽しそうだったから、ね、僕が楽しければしょうがないです。あ、まあ、僕が楽しいことが伝わってくれれば、うん、もっと笑顔が広がるよっていうことですね。なるほど、なるほど、わかりました。笑顔は連鎖するよってことですね。ちゃんとね、リスナーの皆様にもね、連鎖してくれてることを、ね、祈りたいね。よろしくお願いします。皆さん笑ってくださいみたいな。そうだね。まあ、確かにね、まあ俺はこんなね、お調子者みたいな感じだからね。しっかりしてるんです、本当は。しっかりしてないよ、全然、ね。よく本当に、だってコウシ君初めて、俺と初めてタッグ組んだ時に、ペアが組んだ時に、はい、ああよくやってくれる子だなって本当に思った。褒めてくださいました。だからコウシ君しっかりしてるから。ありがとうございます。ということで、もうそろそろお時間の時間なので、はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と的場浩司と山下真由でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。